題だけどさ、他にもいろいろ気になるんだよね。あっちこっちでごたついてるし。一回りしてみる。あんまり時間なさそうだけど、臨機応変かな。便利な言葉だ。トモエ団全員集合、作戦会議だ。ベグナ団の居場所は異界のずっと奥深く、突入するにはあの穴に飛び込むしかないし。穴っていうと、リサイドとキーリカ、それにジョゼの寺院だね。あとナギ平原、谷底の洞窟もだろ。アンダーベベルのベグナ団が開けた大穴があるし。どこから行けばいいのかな。どこでもいい、気合一発飛び込むの。オーミー言うな。決心できたら俺に言え。決まったか。どこから飛び込む。はいはいはい、カモメタン。はいはいはい、カモメタン。確かに危険な存在だ。そいつの仕業ってか。マジか。確かめて戻れば合格だ。僕は降りる。候補者同士で殺し合いなんて。お前をだ、ギップ。やめて！
さっきリサイドから通信があったぞ。ルルーの赤ちゃんが生まれたってよ。おお、会いたいな。キーリカからも来ていたな。ややこしいことになってるらしい。またゴタゴタ？いや、ゴタゴタが収まったせいでゴタゴタしてるらしいんだが。わからん。あんまり近づくなよ。指でも挟んだら大事だ。よし、いいかな。人と喋ってるみたい。そりゃそうだ。この船だってカモメ団の仲間さ。うん、私の先輩だしね。こいつと知り合ったのはな、ユーナの凪節が始まってすぐの頃だ。スピラのずっと北の海に古代の飛空艇が眠ってるって情報をキャッチして、俺と兄貴は氷の海に漕ぎ出した。ところが深い霧に包まれて西も東もわからない。おまけに寒くて寒くてもうダメかと思った。その時だ、俺たちの頭上に一羽のカモメが現れた。まるで助けに来たみたいだったな。他に頼るものはない。俺と兄貴は必死でカモメの後を追った。そしてめでたく氷の中で眠っていたこの船を見つけたんだ。まさにカモメ様様だ。そっか、それでカモメ団なんだ。それだけじゃない。何？いや、やめとく。だ、ち、さ。こいつを見つけたはいいが、俺たちは遭難した。食うものがなくて飢え死に寸前。もうダメかと思った。その時だ、俺たちの頭上に一羽のカモメが現れた。まるで助けに来たみたいだった。俺たちは最後の力を振り絞ってそのカモメを捕まえて。なんだ？ありがとう。もういいや。やっぱり？うん、
やっぱり。ユナさん、いらっしゃい。おやす。なら気持ちを伝えるだよ。これ以上無理だ。ユナさん、振り向いてくれない？そっちの方がいいかもな。俺、ユナの背中が好きなんだ。綺麗な背中してるね。そうそう、じゃなくってさ、2年前からユナずっとと遠く見てた。背中俺に向けて。そういうユナ好きなんだ。多分俺の方を向いてるユナより。ガミュちゃんが。男心は複雑だね。この思いわかるよな。寂しい同士な。一緒にするなよ。おお。はーい、ダーリンだよ。いつの間に運命の巡り合い。お互い一目惚れだね。やめてよ。引き抜き受け。